どうもゼノプロです。よろしくお願いいたします。お願いします。ゼノプロからのお願いと告知です。なんかこれ拍手しちゃった。あ、はい、はい、チャンネル登録者数がありがたいことに3000人超えて、いや本当にありがとうございます。もうすごい1ヶ月で1050人くらい増えてるみたくて、そうだね、春休みパワーもあってガキってしてるんですけど、新規さんも多いと思うんでね、ゼノプロについて言おうかなって思いまして、ゼノプロはコメント返信率、リプ、DM 返信率 100% で言ってます。登録者が増えたらもうやらないのとか、もうやめた方がいいんじゃない、大変でしょってすごい言われるんですけど、それが楽しみになってるので、 そこはお気遣いなく絶対に返すので、リプとか DM を同じ内容で何回も送るとかはちょっとやめていただきたいなって思っています。私はねちょっと遅れ気味です、うん、正直最近はコメントの方は全部ゼノンさんが頑張って返してくれてて、僕は自分のリプと DM だけなんだけど、遅れながら2日後とかに返させてもらってるんで、これからもねコメントまだ返ってきてなくても次のツイートにコメントしたりとか、うん、全然してくれてもいいんでお待ちしております、うん、鍵アカの子からリプが送られてきてる場合とかもあるんですけど、うんうん、鍵アカだと見れないので DM でお願いいたします。 DM は、まあ、どんな内容でも全然いいんですけど、リプよりも返信は遅いです。気長に待っていただきたいなって思う所存でございます、はい、動画のコメントなんですけど、概要欄に書いてあることなんですけど、改めて私の口から言わせていただきますと、私たちにもどうにもできない問題なんですけど、自動で空白をこういっぱい作るコメント、うん、詳細を押すみたいなさ、コメントとか同じ絵文字とか文字を羅列してるとかでもスパムに送られてしまって、うん、コメントが表示されなくなっちゃいます。返信できない確率の方が高いです。ちゃんとね約束を守ってくれてる子には返せてますけど、スパム儲かりになってしまった子には返せてない場合があります。空白を作ってね、ちょっと面白いコメントとかやりたいのはすごい気持ちはわかるんだけど、スパム送りにされたくないなとか、返信返ってきてほしいなって思う人はなるべくそういうコメントは控えていただくようにお願いいたします、はい、ライブの方なんですけど、日曜日の21時から YouTube ライブをさせていただいてるんですけど、たくさんの人が楽しめるようにみんな思いやりを持ってコメントしてほしいんですけど、同じコメントを何回も送られたりとか、絵文字でめっちゃ長文バッて送られてきたりとか、他の人のコメントも流れちゃって読めないとか、うん、上位チャットで表示されないってことになってしまうと思うんですよ。パソコンでコメントを見れるようにはしてるんですけど、それはチャット表示でしてるんですけど、こっちに表示されるのはどうしても上位チャットでしかできなくて、表示されない場合があります。全部を読むのはちょっと不可能なので、気軽にコメントしてください、はい、いっぱいコメントしてくれるのはすごい嬉しいんですけど、同じコメントはなるべく2回までにしていただきたいなって思います。スクフェスのフレンドに関してなんですけど、ありがたいことに承認待ちがめちゃくちゃ多いです、まあ、100人近く承認待ちがいるんですよ。今のスクフェスの制度だと、フレンドの枠を増やすためにはランク上げしか方法がなくて、100人ってなるとあとランクを1000上げなきゃいけない。それでもいいっていう人だけ送ってくださいって今は言ってるんですけど、先着順でやっております。今一番古い待ってる子でも申請日が200日前とかで、そんぐらい待ってくれてる子もいるから、今送られてくる子をすぐ承認することは不可能です。気長に待てる人とか、スクフェスでメールを送りたい人のみ申請していただく形でお願いしています。ログインが30日以上プレイをもうされていない方はこちらから切らせていただいています。たくさんの人とスクフェスを楽しめるようにこういう形にさせていただいてるので、ご理解していただければありがたいと思います。なんで承認してくれないのみたいな言われたりしてたんですけど、ライブでもツイッターでもずっと言ってたので、そう言われるとちょっと悲しいなって思ったので、こういう形で動画を出させていただきました。ラブカストーンでフレンドの枠を広げられる、まあ、パズドラみたいな制度ができたら全員承認したいと思ってます。同じ日に申請されてた場合はログイン率が高い人が優先的に承認する形になっています。もう一度言わせていただきますが、先着順なので新規に送られてきた方には5年ぐらい待っていただく形になるかもしれないけど、スクエスの ID はこちらですって書いてある動画があるので、まあ、それでも申請したいんだって人は送ってください、はい、そして最後に一つだけお願いなんですけど、ゼノプロってひらがな表記なんですよ。ゼノプロのプロだけカタカナとかも違うんで、ゼノンポタもひらがななんで、はい、変換する手間は省いていただいて結構ですよっていう感じです。そうそうそう、ひらがなの方が嬉しいです、うん、あとゼノプロのファンの総称、まあこれはね後ほど変わっかもしれないんだけどね、今のところゼノプロです。ゼノプロリスナーとか言われるけど、ゼノプロって言ってください。そう、その代わりなんだけど、一応そのゼノプロって名前を背負っているっていう自覚を持って、なんかこんなね登録者の人が言うのはすっごい気持ち悪いと思うと思うんだけど、一人が悪いことしちゃうとみんなそう思われちゃう。ラブライバーを模した人が変なことをしたから戦えてんじゃん。ゼノプロでそういう人を、そういうことをしてる人を見たらゼノプロだと思いません、うん、さてはてめえアンチだなって言います。もしもしポリスマン、ネット
マナーには気をつけましょう。そう、ゼノプロは平和系なので、あまりにもひどい人はゼノプロから嫌われちゃうかもしれない。苦しいことばっかりごめんね。ゼノプロ口うるさいから。そう、真面目なの。そう、真面目なの僕たち。そんなゼノンに会いたいっていうお方、また告知が遅くなってごめんなさい。4月16日にゼオンのオフ会を行います。イエイイエイイエイ。告知が忘れんだよ。もう1週間切った。終わったじゃねえか。プチオフ会なんで、僕たちが1万人までに会いたい欲を満たすためのオフ会なんで、今回はゼノンだけです。はいはい、眉毛もいます。内容はカラオケとラブライバーゲームオフ会。ラブライバーじゃない子も全然、そのラブライバーゲームの時私も隣に座って一緒にこうやって手取り足取り教えてあげるから。名古屋のカラオケジョイジョイ笹島店様で13時から18時までの5時間です。今この動画を見て、え、行きたいと思う人の未成年の方は必ず親御さんに許可を取ってから来てください。取れてないのに来たらブッブーですわ。まあ、人数によって値段は変わるみたいなんで、今のところ1000円前後、2000円持ってきていただければ確実だなって思います。これカラオケだけの値段なんで、移動費とかついでにホテルとかに泊まるのなら、そのホテル代とかはゼノプロは払うことできないので、お金は全部自分でご用意ください、うん、そのことも踏まえて親御さんに相談していただきたいと思います。こんなね、怪しい人が何するか分かんないよ。そうカラオケの密室で、こいつだぞ。僕ならね安心だけど、こいつだぞ。で、集合場所は名古屋駅の金時計前に12時45分に集合です。遅刻した方は、一発ギャグをしていただきたいと思います。カラオケの方には1時に入るようにもう予約を取ってあるので、そちらに遅れられる方は一報ください。カラオケ店は持ち込みが OK なお店になってますので、みんなでなんか好きな食べ物とかお菓子とかをシェアしながら楽しみたいなって思ってるので、みんなでワイワイ楽しみましょう。日にちはめっちゃ短くなって申し訳ないんですけど、今週の水曜日までに参加できる方は、私の Twitter の DM かリプ、それから下記に貼ってある Yahoo のメールアドレスに連絡ください。Yahoo の方は、年齢と YouTube のアイコンと名前を教えていただけると助かります。限度が30人までなので、30人を超えた場合は、そこからもうカットさせていただきます。まあ、超えないと思うんだけどね。急すぎんだよ、いつも。Twitter の方ではね、もともとずっと宣伝とかしてたんで、もし、うわぁ、知らなかったわーって人は、Twitter、通知、YouTube のチャンネル登録の方、よろしく。頼むぞ。最近動画遅れてごめんなさい。あ、本当にごめんなさい。なんかすごい堅苦しい動画になっちゃったと思うんですけど、うん、みんなと楽しむために、まあ、こういうルールは守っていただきたいなって思います。すごい急でごめんなさいだけど、おかい楽しみにしています。プレゼントとか持ってきていいですかって言われたんですけど、いただいていいんですか。いただけるならいただきます。最後トラックとか手配しろよ。あ、了解です。舐めてんな。見て、ランティスの。おお、やばくないこれ。嬉しい。クコレのカード見て、ことにこ、私のためにことにこ。お前のためで。ありがとう。ママ。可愛い。え、僕食べるって言ってたっけ。でこれ。動画だよ。楽しそうで非常に素晴らしい。怖い。バカでよ。